航空機は自由気ままに飛んでくるわけではありません。空港ごとに細かく進入ルートが決められています。着陸進入のためのルートをスタンダードターミナルアライバルルート、頭文字を取ってTAR、 日本語では標準到着経路と言います。民間の旅客機はこのスターあるいはレーダーベクターと呼ばれるレーダー誘導で着陸進入を行いますが、自衛隊機は目視による VFR 進入がほとんどです。また自衛隊機は360オーバーヘッドと呼ばれる上空を一周する独特の着陸方式を取ることもあります。着陸機のコースを変更する場合は前後の航空機との間隔を確保しなければなりません。この航空機同士の間隔のことをセパレーションと言います。大型機の場合、着陸時には5マイル、およそ9キロのセパレーションが必要です。航空機は風に向かって離着陸しますので、使用する滑走路はその時の風向きによって変更されます。滑走路には番号がついていますが、この番号は北を基準に時計回りに東が09、南が18、西が27、北は00ではなくて36となっています。平行に複数滑走路がある場合は、それぞれ末尾にレフト、ライトとつける場合もあります。千歳の滑走路は4本ともほぼ平行なのですが、この規則では名前を付けきれないため、あえて番号をずらしてブラボー滑走路が01ライトと1ナイナーレフト、アルファ滑走路が01レフトと1ナイナーライト、イースト滑走路が36ライトと18レフト、ウエスト滑走路が36レフトと18ライトとなっています。これらの番号は通常白くペイントされていますが、千歳などの雪国の空港では積雪があっても判別しやすいようオレンジになっています。千歳は空港の南にある千歳 VORDME が着陸進入の起点となる関係上、この千歳 VORDME 付近が最も航空機が集中するポイントになります。特に南の訓練空域に向かう航空自衛隊機が離陸する場合はこのコースを横切ることになるので、セパレーションには十分注意を払ってください。空港に近づいた航空機は到着担当の航空管制官アプローチと交信します。アプローチはレーダーを見ながら最適の進入経路へ誘導します。着陸態勢に入った航空機はアプローチの手を離れ滑走路への離着陸を担当するタワーと交信をします。このように交信する担当管制官が切り替わることをハンドオフ、管制移管と言います。前の例ではアプローチからタワーにハンドオフされたということになります。航空機は交信相手を勝手に切り替えることはできません。必ず航空管制官が変更を承認し指示を出します。タワーにハンドオフするといよいよ着陸です。着陸に問題がなければ航空機に着陸許可を出します。この時滑走路上に他の航空機がいたり、何らかの理由で着陸を中止しなければならない場合は着陸復降、ゴーアラウンドの指示を出します。ゴーアラウンドを指示された航空機は着陸を中断して決められたコースで回避行動を取らなければなりません。風の状態が大きく変化した場合に航空機側からの判断でゴーアラウンドすることもあります。一旦ゴーアラウンドした航空機は離陸したのと同様の扱いになるため、出発担当であるディパーチャーへハンドオフされ、その後再びアプローチからのやり直しになります。着陸後は滑走路出口を指示して
地上走行担当のグランドへハンドオフされ、スポットへと向かいます。以上です。到着管制は完了です。